皆さん、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。本日もご視聴いただきありがとうございます。聖火の降とはなりましたが、一連の大雨、そして感染症対策と、気の抜けない状況が続いていますが、皆様、いかがお過ごしでしょうか。梅雨が明ければ連日猛暑の夏が待っているわけだけど、お肌の弱い俺はあまり好きな季節じゃないんだよな。今年は長引いた休校の影響で、夏休みが短くなる地域も多いとのこと。学校にもだいぶ冷房が導入されつつあるとは言いますが、まだまだこれからの場所もあるかと思います。そうだよな、気をつけないと室内にいても熱中症になるっていうし。季節的にテレワークなどでお家に長くいる方も多いと思いますが、うがい、手洗いとともに、水分補給もしっかりやって、この長い夏を乗り切っていきましょう。さて、江戸時代を時代別、ジャンル別にご紹介してきたこの解説も、いよいよ江戸中期から後期に差し掛かりつつあります。ちょうど10代の家春の時代だけど、今までこのチャンネルでは、中央では田沼意次を、地方では上杉鷹山を、民間では酒田の本間家なんかをやってきたよな。そう、重ねて言うけど、この時代は中期と後期を分ける転換点の時期だから、政治や文化、人物など、ご紹介したいことは枚挙にいとまがないほどよ。この前やった医学でも触れたけど、杉田玄白の解体新書が出て、一気に蘭学が広まったのもこの時期だったっけ。この変化を許容した時代の背景には、傑出した人物の存在が多数あれど、ある人物の存在抜きでは語れない部分があるわ。それが、時の公方様、徳川家春公。彼がいなければ、田沼時代もありえなかった。でも家春って、吉宗の期待を一身に受けて育った割に、歴史的に田沼の陰に隠れて、いまいちパッとしない将軍なんだよな。うん、父である吉宗は、強力なリーダーシップで享保の改革を推進し、徳川家中興の祖と言われた人物。当然、息子の家重にもそれを望んだんだけど。まあ、家重はあの通りの暗愚だからな。活発で利発と評判だった孫の家春に、吉宗は将軍家の将来を託したってことなんだろうけど。でもさ、結局は家春も父と同じ、政治に全く興味を示さず、田沼に任せきりにして、自らは趣味に没頭していたってのは有名な話なんだぜ。うん、まあそんなことから、歴史的に家春を暗愚とする評価も多いんだけど、後世の家春の評価は、実際政治を行った田沼とセットである部分が多く、田沼に対する評価が大幅に改められた現在では、田沼意次を強要したこと自体が英断である、として、高く評価する意見もあるわ。まあ確かに、家重の遺言とはいえ、父の時代の側近をそのまま強要し続けるってのは珍しいからな。人を見る目というのも才能ではあるよな。それに、世の中はすでに、将軍自らが政治を主導する時代ではなくなっていたというのもあるわね。そうだよな、世の中は享保の改革による社会不安によって、幕府への風当たりが強くなっていた頃だし、改革を行った吉宗自身が、米将軍、なんてあだ名で揶揄されていたのは有名な話なんだぜ。吉宗が元気なうちに隠居したのも、老中の松平のりさとが罷免されたのも、一説には改革の負の部分に対する、世の中の不満をそらすためだったとも言われているから、将軍申請で悪政をすれば、綱吉の時のように収まりがつかなくなるし、何せ将軍家の威信に傷がつく。でも、あくまで任せきりであれば、その責任は部下に押し付けられるってことか。とすると、優秀な部下に任せ、自らは政治に関与しなかった家春は、平和な時代の将軍のお手本のような存在ってことだったのかもな。うん、でもいくら政治に興味がないとは言っても、将軍は武家の棟梁として、祭りごと以外にも様々なお仕事が存在した。それに、いくら優秀とはいえ、彼ら側近が存分に腕を振るうには、将軍自身の理解が必要不可欠よ。当たり前だろうけど、将軍はただうまい飯食って、寝てればいいってもんじゃなかったってわけだ。そこで、今回のゆっくり大江戸は、この10代将軍、徳川家春を主人公に、将軍のお仕事、そして、将軍の一生、というものについてを解説していきたいと思います。
徳川家春は、元文2年、1737年、後の九代将軍となる、徳川家重の長男として、江戸城西の丸に生まれる。この時将軍はまだ吉宗だから、家春は将軍家の嫡孫ということになるんだな。将軍の長男、もしくは世継ぎの長男は、生まれながらにして正室として扱われ、家康の幼名である竹千代の名と、葵の御紋が与えられ、若君の名称で呼ばれることになる。下の兄弟は竹に養子に行くかもだけど、長男は宗家を継ぐからな。まさに生まれながらにしての将軍、別格なんだぜ。この家春は、結果的に将軍家の長男に生まれた、つまり竹千代から当主になった、最後の将軍ということになるわ。将軍家の長男に生まれて将軍になったっていうと、厳密には家綱と、あとはこの家春くらいしかいないんだよな。将軍家の男子は、嫡男に関わらず、7歳頃までは大奥で養育されるのが慣例で、通常、聖母ではなく、乳母、と呼ばれる養育係がその任に当たった。乳母というと、家光の時の春日の局が有名なんだぜ。家春の場合、父の家重がまだ将軍ではなかったことから、将軍の正室の住居であった、西の丸の奥向きで養育されたことになるんだけど、西の丸も規模は違えど、本丸と構造は基本的には同じだからな。吉宗はこの利発な初孫をことのほか可愛がり、家春誕生後は、毎日のように西の丸に通ったほどであったという。息子の家重には軟弱になるからといって、木綿の肌着しか許さなかった吉宗も、家春には大雨で、木綿は肌に悪いからと、絹に変えさせていたってくらいだし、息子に厳しく当たった人ほど、孫には甘いって言うし、家重がひねくれるのもわかる気がする。吉宗は家重に家督を譲り、自身が西の丸に退いてからも、家春を手元に置き続けたの。そして、自らが家春に次期将軍としての帝王学を教え込み、学問、武芸ともに一流の家庭教師をつけて、孫を立派な跡取りとして教育した。家春が何事にも造形が深いのは、この時の吉宗の教育の賜物なんだろうけど、利発な家春は、何をやらせても人並み以上だったらしいから、吉宗はそんな孫を見て、デレデレするばかりだっただろうことは想像に難くないぜ。うん、家春は吉宗のもと、厳しく、というよりは、孫バカのおじいちゃんの手で、何不自由なく強化保護に育てられた、というのが実情だったようね。それで、武家の男子は通常、15歳から17歳で元服し、前髪を落とす、前髪取り、の儀を持って大人と扱われる。武士は酒焼きを剃って、初めて大人とみなされるんだよな。ただ、この一般的な元服の前髪取り、と、将軍家における元服は必ずしも一致しない。将軍家や大名家では、早期に内外に認知させる必要性から、成人年齢に達する前に、形式上の元服が行われる傾向にあったのよ。つまり、まだ大人ではないんだけど、表向きには大人と同じくらいを与えるという、なんだかなんとも。そう、この家春も、家重が病弱であったという理由からか、わずか5歳で元服をしている。過去に5歳で将軍になったやつもいるし、驚くことではないけど。この将軍家の元服の儀は、同僚というおかっぱから、前髪を上げて曲げを結い、烏帽子をかぶるという古式にのっとった形式で、慣例として、烏帽子をかぶせるか官役は、彦根井家当主、髪を結い上げる理髪役は、会津松平家当主が務める習わしであった。どちらも玉里詰めの名門の家だよな。彼らはこの時から、幼名から与えられた意味名を名乗り、官位が叙任されて、呼び名もその官職名で呼ばれることとなるんだけど、正氏の場合、家重の時からの慣例として、ジュニーゴン大納言が与えられていたから。5歳児が大納言様か。まだ喋りもおぼつかない幼児が、天下の水戸黄門より偉くなるなんて、さすが将軍家。とはいえ、まだ中身は幼児であるから、一定の年齢まで大奥で養育されて、その後は母親の手を離れ、森役によって将来へ向けての教育が施されるんだけど、この場合、御座所は西の丸となるのが慣例であるわ。西の丸は前将軍の隠居所として使われる場合もあるんだよな。うん、
西の丸は家康を除き、大御所の隠居所として使われてきたんだけど、将軍の正史と大御所が同時に江戸城にいた例は、この吉宗と11代の家斉の2例しかなく、吉宗は戦術の通り孫の家春と同居、家斉は家定を本丸に引き下がらせている。皇位の武士って、代が変わるとこや孫と別居するから、同居していた吉宗が異常っちゃ異常なんだよな。それで、ある程度成長したら、前髪を落とし、逆焼きを剃るんだな。そう、ここまでの官位や立場はともかく、この髪緑の儀をもって、周囲からは初めて成人であるとみなされるんだけど、もう一つ、成人とみなされるための重要な儀式が残っているわよね。結婚、か。将軍の正史の配偶者は、当然ながら将来の御台所となる人物で、幕府成立以後の家光以降は、例外なく宮家、公家からの輿入れが慣例となっていた。薩摩出身の篤姫も、形式的に公家の養女となった建前での輿入れだったんだよな。このお相手の選定の時期は、時代やその時の事情によって様々であるんだけど、だいたい5歳から10歳前後には婚約をするようね。当時の武家の婚約は、今でいう籍を入れる行為で、相手が死亡するなどして輿入れ前に破談になっても、一度は結婚したとみなされるんだよな。いかず御家の語源もここから来ているっていうし。家春の正室は、東山天皇の孫にあたる、官員の宮直人親王の第六王女、範子女王で、婚約時、二人は家春が11歳、範子女王は10歳という年齢であったわ。時代によっては赤ちゃんの時に婚約なんて、とんでも話もあるから、まあこれは当時としては妥当な年齢って感じなのかな。それで、お互いが無事成長し、適齢期になると、晴れて婚礼の儀となる。正史の婚礼は、嫡男誕生や将軍宣下と並ぶ最大の慶事の一つであり、婚礼の相手によっても違いがあるけれど、およそ莫大な費用がかかった、一大行事であった。家持ちの時の正室、皇女和宮の輿入れの時は、幕府がその威信をかけ実施された、それは壮大なものであったというからな。家春と範子女王との婚礼も、例によって諸大名僧での盛大な祝賀が行われ、その経費も、記録に残るもので、下校費用として3000両という大金が用意されたという。今の世でも慶長ごとにお金がかかるのは世の常だけど、めでたかろうが悲しかろうが、どっちにしろ見栄ってのが絡んでくるから、本当に厄介だよな。それで、正史の正室は他の御三家、御三卿の正室と同様、御連中様、の継承で呼ばれ、夫が将軍となり、本丸に入ると同時に、御台所、として、本丸を多くの主座に君臨するわ。ただ、これも必ず将軍ごとに御台所がいたかというと、必ずしもそうではない。創生した七代の家継ぐ以外の将軍には正室はいたけど、大奥ができて以降、御台所として大奥に入ったのは、わずか7名に過ぎないのよ。そうだよな、家光は正室を遠ざけていたし、他も将軍になる前にすでに亡くなっていたりして、正室が御台所となった例は意外と少ないんだよな。さて、結婚もしたし、いよいよ。先代の隠居や死去により、ようやく将軍となるわけなんだけど、この時の年齢もバラバラ。一番早く将軍になった人物は、戦術の通り七代の家継ぐで、数えで5歳。その逆で、一番遅く将軍になったのは、家継ぐの父で綱吉の養子の6代家信で、48歳だけど、中には父が長生きでなかなか隠居せず、元服後40年を経て将軍となった、12代の家吉の例もあるわ。人生50年の時代、45歳でようやく将軍か。親が長生きすぎるのもどうかと思うぜ。ともあれ、将軍となるには、朝廷より征夷大将軍に任命される、将軍宣下という儀式を経なければならなかった。それで、この将軍宣下の儀式、三代の家光までは、直接上洛し、宣下を受けていたんだけど、四代家綱の時に、将軍が幼少という理由から上洛を取りやめて以降、直使を江戸に迎えての宣下が慣例となっていたの。朝廷の権威が落ちたとも言えるよな。ちなみに、家重が隠居したのが宝暦10年5月のことで、これは将軍宣下の4ヶ月も前のことよ。将軍空位が4ヶ月も。朝廷の正式な手続き上、
まだ家春が公方様ではないというだけで、幕府的には、この隠居の日から家重を大御所様、家春を上様、と立て祭り称する触れがなされているから。その後の系統廃画という、徳川宗家の代替わりの儀式をもって、廃家の諸大名、旗本に対しては新将軍を広めということになる。なるほど、朝廷からの正式な宣言を前に、徳川宗家としての代替わりの儀式をするのか。そして、全大名を集めた将軍宣言により、将にいない大臣に叙任し、合わせて征夷大将軍、源氏長者の宣言を受けて、ここに正式に将軍に就任することになるわ。なるほど、ここでようやく将軍になることができたのか。それで、ここまで来て、初めて以前やった将軍の生活の動画のような暮らしに移るのか。でも、いきなりあの生活は厳しいんじゃ。まあ、西の丸から本丸に移った場合は、基本的には生活様式は同じだろうから、何の不便も感じなかったとは思うけど、各種将軍家の行事に関しても、将軍正史として父の傍らで拝賀を受けているだろうし。そうだよな、将軍が具合悪い時は、代理として代わりを務めたであろうからな。問題は祭りごと、政治よね。まあ、ずっと温室育ちで外界を一切見ず、政治の経験もないのにいきなり幕府のトップやらされるんだもんな。一応士官だけど、江戸城で生まれ、長く将軍の正史として扱われた期間が長い分、いわゆる、宗正様、になる傾向があり。それは、あの吉宗に英才教育を受けた家春とて例外ではなかった、ということなのよね。そりゃ難しいこと考えるよりも、信頼のおける家臣に任せる方が楽だもんな。吉宗のような政務に意欲的な将軍や、案件がたくさんあった幕末などの将軍は、政務が夜に及ぶこともあったというけど、大抵の将軍は、あり余る自由時間に趣味を謳歌したというから、趣味と言っても多したようだよな。吉宗は野暮ったい格好が好きで、趣味も鷹狩りや乗馬なんかの、暴れん坊の名に恥じないものばかりだったけど、孫の家春の趣味は、なんといっても将棋で、七段を与えられるほどの実力の持ち主で、多くの棋譜が残っているという。それと、当然ながらおじいちゃん子だった家春は、吉宗のことをことのほか尊敬していて、何をするにも、これは幽徳院様もなされたことか、が口癖だったといい、吉宗と同じ、鷹狩りもよく行ったという。でも政治はからっきし。就任当初は老中。松平武親らと共に精力的に政治に励んだと言われる家春も、武親が死亡すると、政治を田沼に任せっきりにして、次第に自らは将棋などの趣味に没頭することが多くなったと言われているわ。見識も広く、多趣味で何をするにも高い能力を示している家春は、単に政治をやる気がなかったと見る向きもある。意次ぐの有能っぷりにやる気がそがれちゃったってとこかな。とはいえ、いくら将軍自身が政治に興味がないと言っても、幕臣の人事、相続や賞罰、重要なお触れ、大名の天俸や重罪人の処分など、表面上でも将軍の決裁を仰がねばならないことは山ほどあったわ。そんなにあるのか。それじゃあ、真面目に政務をやっていたら、時間がいくらあっても足りないくらいだぜ。趣味重視の将軍が宗正様になるわけだな。ちなみに、通常の政務以外にも、一生に一度しかない将軍宣言などを除き、年中行事がこれだけあった。これじゃ全然ゆっくりできないじゃん。この他にも、参勤交代で途上した大名との謁見や、臨時の仕事もたくさんあったと思われる。さらに歴代将軍の命日には、その御所に将軍自らが参詣したというし、他にも月命日は精進日で、肉魚、お泊まりも厳禁であったというから、将軍の一年は、ほとんどが年中行事のためだけにあると言っても過言ではないわね。それにしても、命日に参詣行って、家康と家光は日光だろ。将軍の日光参詣は費用がかかりすぎるから、実施しない将軍もいたってよし。そうね、実は、この家春、将軍就任から16年目の安永5年、祖父の吉宗以来48年ぶりに日光社参を行っているの。将軍が廃家の大名旗本を連れて、日光にお参りに行くんだよな。そう、莫大な費用を要する日光社参は、全部で19回実施されているんだけど、
そのほとんどが幕府財政が潤沢であった四大家綱までに集中しており、特に三大家光は半数の十回にも及んでいる。つまり、お金がかかりすぎて、後半はなかなか実行できなくなっていったと。この時、吉宗の時に回復させた将軍の権威は、ほとんど政治を行わなかった時代の家重、家春によって地に落ちていた。さらに、意次の改革による政治腐敗や、吉宗の時代から増大する社会不安により、政治に対する不信感が頂点に来ていた時期でもあったから。将軍家の権威を、大名から庶民に至るまで広く知らしめるために行ったわけなんだな。その総員は10万人にも上り、戦闘が日光に着いた時、まだ最後尾は江戸城にあったというほどで。この時代20万って、繰り出された人足延べ400万人、馬も延べ30万5千頭、その総費用は22万両はかかったというから、まさに空前絶後の軍事パレードよね。すげえな、これが政治に関心がなかった家春の意思なのか。まあ、これは実権を欲しいままにしていた田沼が、反対派を交わす意図であえて実施したとも取れるけど、ともあれ家春にとっては、一世一代の大イベントであったということなのよね。さて、将軍のお仕事といえば、もう一つ。世継ぎ作り、か。そう、江戸城には大奥と呼ばれる、将軍家の子女や正室、そこで働く女中たちの住むスペースがあって、そこで将軍は日夜子作りに励んでいたことは、前にも解説したところだけど、浦若き中郎という女性から、好みの女の子を指名できるっていう。そんなシステムができたのも、三大将軍の家光が、正妻とは全く不仲であったからだと言われている。まあ、当時は将軍の正室の位が低くて、夫を田舎者と馬鹿にしてたとかなんとか。もともと女性恐怖症だった家光は、それでさらに男色にふけってしまうようになったんだよな。家光は、せっかく京からこし入れしてきた正室を、終生遠ざけたままであったというから。まあ、致し方ないとはいえ、とんでもなくかわいそうなんだぜ。ともあれ、それ以降の将軍も、お相手が三宅や設計出身という間柄上、総じて正室との仲があまりよろしくはなかった。そや、めちゃくちゃプライドが高い女性ばかりだったんだろうからな。それゆえ、武家における当主の正妻というポジションが非常に重要だった時代、正室に先立たれても、再婚する将軍はほとんどいなかったの。唯一家定の時の篤姫が軽室だったっていうけど、あの時は情勢が情勢だしな。ともあれ、正室を京から迎えて以降、正室の子で将軍になった人物は皆無。さらに、子供もほとんどいなかったわ。なんか、将軍とその正室との間に子供がほとんどいないのって。天皇の血を引いた将軍が生まれれば、朝廷に主導権を握られるんじゃないかってのを危惧した、幕府の陰謀だって説もあるけど、奥さんの他に、堂々と、そして後腐れなく子作りできる環境があるんじゃ、そっち優先にしてしまうのはしょうがないよな。うん、ただ例外として、この家春は歴代将軍有数の愛妻家でもあった。家春は、正室の智子女王と非常に仲が良く、これも異例の二女を設けているわ。側室は取らなかったのか。いくら奥さんが好きだからって、将軍たるもの世継ぎの男子が生まれなきゃな。ここは意次が気を回し、家春に側室を取るようにと話をすると、すかさず意次にも側室がいないことに言及。殿もが取るならばよも取ろう、と。なんだかこの二人、見えない絆みたいなものを感じるな。結局、この時二人で側室を取り、家春の方は見事に世継ぎを挙げることに成功している。家春と意次の信頼関係が生んだファインプレーだな。家春は、生まれた嫡男の家元を正室智子の元で育てさせ、あとはお役御免とばかりに側室の元へは通わなくなったという。なんともありちぎな。こうして正室、側室との間に二男二女を設けるも、家元を除く三人が夭折。35歳で最愛の乗り子女王にも先立たれ、晩年の家春は孤独であったという。でも、正室の家元は順調に成長していたんだよな。ところが、安永8年、43歳となった家春に突如不幸が襲う。正室家元が、城外で鷹狩りの最中、謎の腹痛により急死するという、前代未聞の大事件が起こるわ。鷹狩りで謎の腹痛。
この事件は憶測が憶測を呼び、田沼による一橋擁立のための毒殺説がまことしやかに噂された。これは、保守の反田沼派の陰謀だというのが通説だけど、このことは、家春の死去までを引き、やがて田沼失脚の延々となっていく。闇は深いな。ここら辺の流れは、また回を改めて解説したいと思います。さて、この家信の死によって、家春はほとんどの身内を失うこととなり、しばらくは食事も喉を通らないほどのショックを受けたとされる。そりゃそうだろうな。生死を失った家春は、一橋家の嫡男家成を養子にすることになるんだけど、実子をすべて失った失意の中、天明6年、50歳でこの世を去る。吉宗の期待を一身に受けた家春も、晩年は寂しくこの世を去ったわけなのか。家成のように、側室をいっぱい持って、たくさん子供を作っておけばよかったように思うんだけど、それも家春の生き方なんだな。さて、長くなりましたが、最後に将軍の最後について。将軍の死去は、法要、皇居というちょっと耳慣れない言い方をしますが、現在でも皇族や海外の貴族の死をそう呼びます。法要は貴族全般に使うし、皇居は確か3位以上の高官のそれを呼ぶんだっけ。将軍が亡くなると、幕府は将軍の死の公式の発表として、発送という、喪に服する旨の通達が出ます。これは、大名や配下の幕臣だけではなく、江戸や大阪の庶民にも出され、武士は酒焼きを剃ることが禁じられ、町方は鳴り物、あと戦闘などの火を使う食用も禁止されるといったものでありました。今でも喪に服するっていうことはよくあるけど、範囲を大きくすると経済が止まっちゃうんだよな。死去から20日ほどかけて葬儀を執り行い、初代家康、三代家光、そして15代慶喜を除く歴代将軍は、上野寛永寺、もしくは芝の増上寺に葬られるのが慣例でした。その棺は二重で、木簡に外側が銅でできており、中には生前愛用の副葬品、金銀が散りばめられ、その周りには主泥と呼ばれる粘土の高い土が詰められており、その重さは数百キロにも及ぶと言われています。それを200人ほどの担ぎ手で墓所まで運び、埋葬したという。確か家継ぐまでは、お墓に霊廟と呼ばれる絢爛豪華な慰霊塔が付随していたんだよな。それを吉宗の時から、倹約のために合祀するようになったとか。霊廟というのは、日光東照宮に行ったことのある方ならお分かりになる、墓所に付随する豪華絢爛な建築群で、吉宗以降の将軍のお墓は、7代までの歴代将軍の霊廟に合祀する形で埋葬されました。それらの建物も、幕末の上野戦争や、空襲で。そう、将軍家の霊廟のあった大部分は、幕末の動乱や戦災で焼けてしまいました。将軍のお墓も戦後の再開発で改装され、今はほとんど面影を残しません。東照宮に負けないくらいの建物群が、少なくとも終戦直前までは東京に存在したってわけか。戦争は本当に貴重な文化財を灰にしてしまったんだぜ。上野の寛永寺の大部分は博物館や動物園に、芝の増上寺は東京タワーの付近になっているから、もしそのあたりをご覧になられる機会がありましたら、思いを馳せてみるのも良いかもしれませんね。といったところで今回は終わります。将軍の一生って言っても、生まれた時代によって様々な人生なんだよな。家春がいたからこそ、沖継ぐもこうやって輝けたってわけだから、それは本当に意味があることだよな。時の為政者の人物、一人一人の人生にスポットが当たる時代って、他にはなかなかないわよね。それが江戸時代の魅力っちゃ魅力なんだけど、俺的には最後に出てきた霊廟の消失、戦災では名古屋城に並ぶ、本当にかけがえのない損失だと思うんだよ。そうね、でも、あの戦災がなければ、巡り合えない出会いもあるのよね。出会い。そう、ドラマで伊達政宗公のご遺骨を見たことがあるわよね。もちろん、独眼竜政宗の最大の衝撃シーンなんだぜ。確かあれって、戦災で消失した瑞鳳殿の再建のための調査だったような。そう、実はこの再建改装のための調査、将軍家の墓所、芝の増上寺でも行われているの。確かそうだったよな。
今まで推測に過ぎなかった将軍の死因や、身長なんかがわかるのは、この時の科学的調査の賜物なんだとか。今までいようと思っていたんだけど、このチャンネルをご覧の皆さんに、ぜひご覧になっていただきたい本があります。それがこちら、骨は語る、徳川将軍、大名家の人々、です。ハードカバーで少しお値段が張りますが、増上寺に眠る歴代将軍のご尊顔を拝せる、貴重な資料となっております。添付の画像は、もちろんあれなので、ここではご紹介はできませんが、もしそういった部分が気にならない方、ぜひおすすめです。まあ俺も読んだけど、今まで知識としてしか知らない将軍が、本当に生きていたんだなって思うことのできる数少ない資料だからな。これを読めば、皆さんも江戸のノスタルジーにはまること必定。それでは最後に皆さんのご意見、ご要望、よろしければグッドボタン、チャンネル登録などしていただけますと大変励みになります。では、本日もご視聴ありがとうございました。